MMA スペシャルマッチ。例年より早く到来した暑い夏、それは強川女王にとっても同じだった。やっぱり物語ってガールズデスカップにやっぱどこかしら絡んでくるんだなって毎年思わされて、で多分今年もそうなんだなって。暑い夏クライマックスへ、もう誰にも負けないリベンジロードスタート。シュートボクシングの絶対女王レーナ、シュートボクシングを背負い昨年よりライジンの王者になることに専念した。連戦連勝で迎えた決勝、レーナに憧れていた二十歳が敗れた。やっぱりあそこで私が取ってたら格闘技の波をもうちょい高くできたと思うし、まあ、でも負けてこれに勝てばより強い火を起こすこともできるので、すでに決まっているリベンジマッチ、その前に危険な相手との前哨戦を迎える。立ちはだかるは MMA 大国ブラジルの剛力ファイター、エレイン・パンテラ・リアル。力強いテイクダウンから関節締めを狙うのがスタイル。世界に名を馳せる強川女王を振り、その名を一気に広めることができるか。第一印象本当やべえなと思って、でも2戦目を考えてたらやっぱり足元救われるので、もう怪我してでも勝ちを取りに行って、その後を考えようかなって。やはりレーナだ、世界連覇。変わらないですね、ずっと一番じゃないと嫌だったって。もう二度と傷つかない進化した強川女子に染みったれた夏は似合わない。